ホセカジホンこと、ホセマリアカジホンブエーノは、スペイン王国グラナダ県モトリル出身の、プロサッカー選手。元スペイン代表。セリエ A、アッコフ・フィオレンティーナ所属。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。あるイテファク所属のフアンミカジホンは、双子の兄弟である。レアルマドリードのカンテラ出身。2007年5月に、レアルマドリードカスティージャでデビュー。 2006から07シーズンは4試合に出場、無得点に終わったが、2007から08シーズンには37試合に出場、セグンダ・ディビシオン B グループ1最多となる21得点を記録した。シーズン終了後、2008年6月20日に、移籍金120万ユーロ、4年契約で、RCD エスパニオールへ移籍。2008年9月20日、対、 ヘタフェ戦でプリメーラ初出場。また、2009年3月15日、対マジョルカ戦では、プリメーラ初得点を挙げた。2008から09シーズンは24試合に、出場、2得点を挙げている。カジホンは当初 FW としてプレーしていたが、そのユーティリティ性やスピード、突破力を活かすため、両サイドでプレーするようになった。 U-21 スペイン代表に選出され、UEFAU-21 欧州選手権2009予選リーグに出場した。2009年9月19日に行われたデポルティーボラ、コルーニャ戦では、アウェーでありながら貴重な先制点を挙げ、チームのシーズン初勝利に貢献した。また、この風本の挙げた得点が、チームのシーズン初得点であった。 2010年には遺跡の噂が絶えなかったが、最終的にクラブへの残留を表明した。2010から2011シーズンは、前年よりも出場を増やし、最終的に37試合に出場し、チーム2位となる6ゴールを記録。2011年5月13日、エスパニョールでの活躍が認められ、5年契約、遺跡金500万ユーロで、フルスレアルマドリードに3シーズンぶりの復帰を果たした。 7月16日に行われたロサンゼルスギャラクシーとのプレシーズンマッチで初出場し前半31分にクラブ初得点となる先制点を決めた8月14日のスーペルコパでエスパーニャ対 FC バルセロナ第一戦で後半60分からピッチに立ち公式戦初出場リーガエスパニョーラ第7節のエスパニョール戦で レアルマドリード初ゴールを挙げたカジェーホンはゴールを祝福する代わりに腕を掲げて古スへの尊敬を示した。2013年7月11日 SSC ナポリに4年契約で移籍決定。レアルマドリード時代の同僚であったゴンサロイグアイン、ラウール・アルビオルトはここでも同僚になった。2017年4月ラツオ戦にてセリエ A200 試合出場を達成した。 2019年4.28フロジオネ戦で300試合出場を達成した2019から20シーズン限りでナポリ対談後2020年10月5日アッコフフィオレンティーナへの移籍が決定2014年11月7日スペイン代表に初招集され11月15日に行われた UEFA ユーロ2016予選のベラルーシ戦で代表初出場を果たした トラップ、キック、ドリブルなどボールを扱う基本技術は全般的に高い。特にうまいのはゴール前に入ってくるオフザボールの動き。ディフェンスラインの裏への飛び出しやディフェンダーを外してクロスに合わせる動きなどゴールにつながる動きのうまさがある。スペインのダイバーの異名を持つ。ナポリでは右ウィングでフォワード的役割を担う。 スタミナ面にも優れ献身的なチェイシングなど、守備面での貢献度も高い。ありがとうございます。